ここがユイトの家のユニットか。確かに地理的にも設備的にもアジトとして使えるならありがたいな。構わないのかユイト。もちろんです。どうせスメラギの家ではもう使ってないみたいですから。じゃあ遠慮なく我が隊のアジトにさせてもらおう。それにしてもユイトが無事でよかった。みんな本当に心配してたんだよ。つぐみなんて目を赤くしちゃって。してないです。つぐみちゃんひどい。俺というものがありながらユイトに浮気するなんて。うるさい。冷たい。そういえばナオミはどうした。ゲンマと合流して強化隊に戻ったのか。それがナオミは、そのナオミは死んだわけじゃない。だけど怪異になったとは言えないよな。怪異にやられました。嘘。ナオミが、だってナオミはカザネの次ぐらいに優秀なエリートで、それにすごく優しくて。それでユイトは元気がなかったのか。辛かっただろう。同期の仲間を亡くすのは、皆一度は同じような経験をしている。だから元気を出せとは言わないが、飲み込んでいくしかないぞ。海抜群で生きていくためにはな。はい。よし、しばらくここで休んでいこう。俺が許可する。その間に心を整理しておくんだ。悲しいが怪異は待っちゃくれないからな。ユイとナオミのこと、吹雪連隊長に口止めされた？うん、されたよ。カサネにも伝えろって。つぐみもそうだったのか。うん、本当のこと言えないのは辛い。大変だったな、ユイト。ナオミのことは残念だ。だが、それでもよく頑張ってくれた。今は休め。はい。お疲れ、ユイト。ごめんな、最後までサポートしてやれなくて。いいんだ、仕方ないよ。それより、ナオミが、うん、聞いた。あんないい子が、残念だよ。つぐみ、ちょっと今話してもいいか。話いいけど。もしかして忙しかったか。なら別に後でいいよ。違うの、大丈夫。ただ心の準備ができてなかったから、ごめんなさい。いや、そんな、全然謝ることじゃないって。俺の方から話しかけたんだから、こっちこそごめん。でもやっぱりごめんなさい。そんなに謝らなくても。私、雑談とか苦手で、どうしても言葉が出てこなくてすぐ黙っちゃうし、私と話すと嫌な気分になるだろうって思ったら、つい謝らなきゃって。別に俺は全然嫌な気分になんかならないから。だから気にしないで、ゆっくり話してくれよ。あ、
ありがとう。そういえば、何か用事あったの？ああ、用事ってほどのことでもないんだけど、前につぐみが海抜群本部の花壇に水やりしてるのを見たからさ、花とか植物とか好きなのかなって聞いてみようと思ってたんだ。うん、ガーデニング趣味だから。子供の頃からいろんな植物育ててる。へえ、面白そうだな、ガーデニング。そういえば俺ん家の庭もいろいろ植えてあったっけ。ユイトの家の庭広そう。確かに手入れは結構大変そうだったかな。最近は割と放置されてるし。もったいない。だよな。昔はもっといろんな花が咲いててさ、見て回るの結構好きだったのに。あ、ユイト植物好きなの？え？まあどっちかっていうと好きかな。自分で育てたりはしたことないけど。どんな植物好き？やっぱり花とか、それとも観葉植物？大きい木もかっこいいよね。改めて聞かれるとなんだろう。あ、そういえば昔庭に植えられてた白い綺麗な花があってさ、その花がなんとなく優しい感じで好きだったな。すぐに枯れちゃって短い間しか見られなかったんだけど。花の名前わかる？それがわかんないんだ。その花を植えてくれた庭師のおじいさんもだいぶ前に辞めちゃってさ。あれ、つぐみ？どうしたんだ、黙り込んで。私、その花見つけられるかも。え、そんなことできるのか？うん、植物のことを調べるの得意だから。もっと情報があれば早いと思う。情報ってつまり花の特徴ってことだよな。確か庭で咲いてたのは冬の時期だったと思う。他には？見た目も詳しく教えて。見た目は花びらが小さくて少し尖ってて、先の方だけちょっとピンクなんだ。葉っぱは丸くて細長い感じで、こう下から囲むように生えてて、大きさはこのぐらいで。伝わるか？大体わかった。あとは花びらの数覚えてる？細かいことだから難しいかもしれないけど。自信ないけど6枚ぐらいだったかな。いや7枚かも。うん、7枚だ多分。ユイト、よく覚えてる。それだけ聞ければ十分。調べてみる。名前分かったら教えるから。ありがとな、つぐみ。俺もあの花がまた見られたらすごく嬉しいって。おい、つぐみ。違う、こっちは必進系。もっと小さい輪生の。聞こえてないみたいだ。よっぽど植物のこと好きなんだな、つぐみ。熱中してるみたいだし、そっとしておこう。
何があったんだ？嵐が俺に相談したいだなんて。まずはこれを見てもらえるかな。メニュー表？新メニュー祭り開催中、大盛りを時間内に食べきれば代金無料、さらにコーラ1ケースをプレゼント。待ってくれ、まさか俺にチャレンジしろなんて。その通り、ユイトに食べてもらって私は商品のコーラをもらうというわけだ。もちろん食べきれなかった場合の代金は私が持つから、そこは心配しなくていい。相談ってこれか。食い切れる保証なんてないのに。新メニューの宣伝だから量は通常の3倍程度だ。ユイトの年齢なら食べ盛りだろ。いけるいける。でもほら、ここ見ろよ、要予約だって。今からじゃ。心配する必要はない、すでに予約済みだからね。食わせる気満々じゃないか。でもキャンセルするのも店の人に悪いし。わかった、やってやる。苦しい。さすがユイト、いい食べっぷりだったよ。私が見込んだだけのことはある。とはいえ少し無理をさせてしまったな。お詫びに、次に会う時には好きなものをおごるよ。いや、食い物はもういい。そうだ、だったら今サスの調整をしてもらえないかな。サス？私が？嵐はこういうのが得意だって聞いたことがあるからさ。ダメかな。無理にとは言わないんだけど、少し違和感があるような気がして。仕方ないか、君のおかげで私も利益を得たからな。利益ってコーラか。本当に好きなんだな。君の調整を断らない程度にはね。ではすぐに始めよう。面倒なことはさっさと終わらせるに限る。悪いな、無理言って。別にいいさ。しかし君は思ったよりもせっかちだな。サスの調整なんて後でじっくりやればいいだろう。嵐に見てもらえるのはいい機会だし、なるべく早い方がいいと思ったんだ。もしもサスがうまく使えなかったら戦闘の時に問題だろ。みんなに迷惑がかかるのは嫌なんだよ。君、そこは最初に生存率、自分の命に関わると主張するものなんじゃないか。それではまるで自分の命は二の次とも聞こえてしまう。言われてみればそうだよな。無意識か。やれやれ、長生きのできないタイプがここにもいたとは。君はもっと肩の力を抜いてダラダラすべきだよ。少しはサボることを覚えるといい。サボるってそんなこと。気負いすぎず、手を抜けるところは抜けばいい。適度な休息を取った方がトータルで作業効率は上がる。要するに私がサボりを進めるのは合理性ゆえなんだよ。でもそうやって手を抜いている時に怪に襲われたらどうするんだよ。それで誰かが傷つくなんてことがあったら。はあ、真面目か君は。そんな性格で生きていて楽しいかね。仕方ないだろ、そういう性格なんだから。実は君のような人間をもう一人知っていてね。どちらも苦労人に生まれついて本当に気の毒だよ。俺のようなって誰のことだ。さあ終わった。本日の嵐サポートセンターの業務は終了しました。恐れ入りますが、また後日ご連絡ください。ああ、早いな。ありがとう嵐。
これで今回無理をさせた分は総裁だ。私も気兼ねなくコーラを楽しめる。それと君、苦労はほどほどにするといいよ。じゃあね。前に会った時も思ったけど、嵐って少し変わってるよな。